はい、というわけで前回ですね、ビリヤードなんか長細い棒をくれって言われたから、それを渡して、京也がね、ここの扉を開けてくれたというところで前回終わったんだけど、ちょっと今回ここ本当に開いてんのかよ。もう開いてたー。ここは、うっ、出た、これ昔の記憶の残像が来るやつだ。食堂、ここ怖いな、なんかありそうだな。主人公の、昔の主人公の記憶が蘇ってる。綺麗、すごいね。ここ何の部屋だろう。テーブルでかいし、ここでご飯食べるんじゃない？あ、となると何人家族なんだろう、ここ。あれ、どうしたの？ない、キーホルダー。あれ、あずさが作った熊のキーホルダーのこと？あずさっていうのは、幼馴染だね。あの最初に出てきたヒロインだね。うん、いつも持ち歩いてるもん。もしかして落としちゃったのかな？どうしよう。うん、さっきまで噂話の探検してたもんね。暗くなってきてるから探すの大変だよ。でも一生懸命作ってくれたものだし、なくしたのバレたら怒られちゃう。ああ、じゃあさ、俺のあげるよ。俺も同じのもらってるから。え、そういうことじゃないじゃん。だって、それはどうなの？ミチル！うん、あれ僕たちに合わせて色分けして作ってくれてたでしょ？赤いのはミチルのためのものなんだからダメだよ。赤いのがミチル。そんなの気にしなくても、俺は他にももらってるし。ぐすん。じゃあさ、また明日探しに来よ。明るいうちに来てさ。ね？え、本当に？うん、俺が見つけてあげるよ。約束する。うん、ありがとう。しかし、まだ雨止まないね。今帰ったらまた濡れちゃうよ。よし、かける。かくれんぼしよう。え、なんで？こうなったら、雨が落ち着くまで遊ぼうよ。ここ隠れる場所多いしね。よし、行くよ。最初はグー、じゃんけん。過去の記憶、ちょうどここに来たことあるんだな。お、隠れてる。これもしかすると、でもさ、今の映像じゃさ、もうどっちがどっちか分かんなかったけど、もしミチルが隠れる側で探す側がカケルくんだった時、もしね、ミチルくんがもうそのまま事故に遭っちゃって記憶失っちゃってたら、もうずっとね、カケルくんはミチルのことを探し続けてたんじゃない？ここで多分絶対性格的に探すまでね、出てこないだろうしね。逆のパターンでもなかなか残酷だけど、さすがにそれではないか。またか、何なんだ、さっきから。あっ！かける？そんな、まさかだよな。今、幼い日のかけるくんみたいなの出てきたけど、え？どうなってるんだ、一体それ。装飾用の偽物の盾がある。なかなか残酷じゃないそれね。ん？あ、なるほど、これ月のマークが書いてあるから、これ、多分、月の守護者。これ持たせられそうな感じしてるね。OK。で、これを外して、太陽のマークが出てきたから、ここの太陽のマークね、後ろに入ってある。これを持たせると。そうすると、おー、真ん中が開くんだよな。富士の鍵。この富士の鍵っていうのはあれだね。3階の、この屋敷の一番偉い人たちが住んでる部屋の、当主の鍵、秋人様の部屋の確か鍵だったはず。いやー、これやってるうちに、これどんどん兄弟関係とかね、どんどん分かってくるんじゃない？これ。後々に暴かれる関係性が。いやー、ちょっと楽しみだね。じゃあちょっと3階に行きますか。さあ、着いたよみんな。ここの、ここの部屋が確か鍵かかってたはずなんだよね。どこだ？富士の鍵。使う。はい。うわー、すげー、調べられる場所めちゃくちゃある。まあ今まで開かずの間だったからね、これ。じゃあちょっと調べていきますか。オイルランプは使えそうにない。ここには何がある？黒の日記。古びた黒い表紙の日記帳だ。ヤクモの話では、寮生たちがよくサヨコの見舞いに足を運んでくれているようだ。あの事故で不安を与えてしまったのではないかと思ったが、杞憂だったのかもしれない。しかしサヨコの容態は不安定なままだ。一体何を恐れているのか、僕にはわからない。偶然、ある寮生の会話を聞いてしまった。僕がいる間に盗みを働こうとしたらしい。そしてその現場をサヨコに目撃され、焦った彼は彼女を階段から突き落とした、と。すぐに理解した。彼は小夜子を案じていたのではなく、自身を案じて彼女を監視していたのだと。なんてこった。ひどすぎる。今までに感じたことのない怒りと悲しみが込み上げてくる。今すぐにでも彼を咎めたいが、小夜子や他の寮生にも不安を与えることはしたくはない。明日の夜、彼と話し自首を進めよう。それに応じないのなら、警察に引き渡すしかない。正直、とても残念で、とても憎らしい。はぁ、黒の日記。これ黒の日記1ってことはもちろん2もあるんだよね。この後どうなったか、すごい気になるところではあるんだけど、ここはパズルピースだって？
何に使うんだ一体このパズルピース。え、待って、これが最後の手がかりだったんだけど、このパズルピース、しかも1階の東館で似たようなものを見かけた気がした。なるほど、東館か。あっ、おい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 、邪魔するぜ邪魔するぜ、何してんだよ。いる。こんなところにいたのか。なんか進展あったか。微妙。男子寮の方に開かなかった動画あるだろ。それをようやく開けたくらいだな。中に入ってもあまり収穫なかったけど。男子寮の開かなかったドアいっぱいあるから、どっかわかんねえな。そっか。なあシン、聞いていいか。あ？カケルってどんなやつだった？は？母さんはカケルのこと何も教えてくれなかったし、真剣は父さんが持ってるから家にカケルのものは残ってないんだ。母親に避けられてるって話は聞いたことがある。お前、カケルのこと心配してそれを嫌がってたのも覚えてる。虐待されていたのか。そこまでは知らねえよ。態度に差があるって感じじゃねえの。暗い性格でいつも一人だったから、正直不気味な印象があったし、ピアノの練習ばっかしてるせいでクラスの中でも浮いてて、いじめとかも。ピアノだからクラシックが懐かしく感じるのか。お前とあずさだけは仲良かったから、詳しく知りたかったらあずさから聞け。俺が言えるのはそれくらいだ。てか、なんでいきなり。さっきはあんなに。カケルがいる気がするんだ。あっ、さっきから断片的にだけど、多分二人でここに来てカケルの気配がするっていうか。てんてんてん。シン、そんな。じゃあどうし。気配ってお前その意味分かってんのか。それじゃあカケルが。俺だって分からない、分からないんだよ。気のせいだ、ただ疲れてるだけだろ。違う、あれは、あれはもしかして。お前、昔から俺が記憶を思い出さないことによくイラついてたよな。何知ってるんだよ。知らないからお前に聞いてんだよ。何も知らないから。じゃあなんで今聞かないんだよ。お前も俺と同じで逃げてるじゃないか。シン、シンも見てた感じの会話してたね今ね。かけるくんのことどこかなんか見たことあるかのような口ぶり、この屋敷の中で。じゃああれはみたいな、そんなニュアンスがあったけど、どうなんだろう。今するべきことは、1階の東館に向かいますと。あ、なんか男子寮で開かなかった扉を開けたってそういえば言ってたな。ここやんぜ。はあ、ここやん、ここやんけ、やばい。あ、何？え、これはさよこ、さよこが殺したのか。あら、キヒトさん、どうなさったの？さよこ、何を、え、何をって、あら、私なぜここに、え、これは、え、あ、私なぜ、操られてたのか、それとも二重人格なのか。落ち着くんだ、さよこ。私、また、さよこ。これ、殺したのは誰なんだ？学生のその、犯人を殺したのかな？右の駒。ちょっと誰かまだわかんないね、現状。ここが現場だと。で、今の残像的に、さよこさんがここに案内してくれたのかな？女の人みたいなの立ってたよね。緑の日記。旦那様が学生の遺体を地下へ運ぶのを目撃してしまった。旦那様の話では奥様があの学生を。なるほど。あの学生を、さよこさんが刺してしまったのか。信じられなかった。貧しくどこにも行き場のない私に救いの手を差し伸べてくださった奥様、あの方が殺人など。でも旦那様も嘘をつくような方でないのも分かってる。だから私は旦那様に協力し隠蔽することにした。お二人は命の恩人、お守りしたい。あ、今のあれかな、あのメイドの人とかかな、今の例は。奥様は普段と変わらぬ様子でお目覚めになられた。どうやら昨日の出来事は覚えていない様子。情緒不安定なせいか記憶が曖昧な時がある。それほどまでに精神が弱ってるなんて。でも旦那様はそれを好都合だとおっしゃった。真実を知れば奥様は本当に壊れてしまうかもしれない。なるほど、この手紙を俺に読ませようとしてくる霊が
いるんだな、この中には。一体誰だってばよ、あれは。ミチル、どこだ、ミチル。シン、なんか呼ばれてる。なんかね、ただものじゃない感じの呼ばれ方だったけど、どこで呼ばれてんだ。1階かな。あ、声は女子寮の方から聞こえた。なんだって。女子寮。お、返事をしろ、ミチル。シン、どうした。ミチル、早く逃げ。あ、シン、そんな、嘘だ。消えろ、来るな。おい、やばいって、やばいって。なんで来るんだよ、ここ空いてなかった、この部屋。シン、おお、え、どこに行ったの。こっち、こっちかな。違う、俺だって好きでやったんじゃない。来るな。おお、階段から落ちる音だ。まさか1階。あ、かける、泣いてんのか、かける。あ、シン、待てろ、何か血を止めるもの。俺のせいだ。あ、カケルに嘘ついて呼び出したんだ。カケルをいじめてた奴らに命令されて来ると思わなかったんだ。あいつら裏山に来るか賭けをしてて、カケルを陰から見て笑ってた。その途中で雨が降って、俺あいつらと帰ったんだ。カケルを置き去りにして。その時お前カケルを探してて、本当のこと言ったらすげえ怒ってどっか行って、その後二人のこと聞いて、俺もういい、知りたかったんだ。俺が従わなければこんなことには。頼むからもう喋るな。俺だってカケルに気づいてた。でも認めたくなくて。シン、おつけろ。き、いや、シン、おい、シン。クソ、クソ。怖かったんだ、思い出すのが。自分を失ってから日に日に怖くなって、何も考えないのが楽だった。でもそのせいでシンは今まで。かける、俺の記憶が戻ればお前がここにいる理由がわかるのかな。めちゃめちゃいいお兄ちゃんじゃん。ねえ、お兄ちゃんなのかな結局。まあでもかけるのことを探しにここまで来て。何か持ってる。この腕の切り傷、階段から転落したからってこんな傷。あ、やばい、どこにいる今日や。レイがやったのか、それとも今日やがやったのか、どっちのひらめきか怪しいところではあるんだけど今のは。で、さっきシンを探してる時に今まで開かなかった部屋が開いてたんだよな。あのお祭りワッシュパラダイスの部屋だね。ここちょっと行ってみるか。ここは何の部屋だってばよ。とりあえず入ってみる。何にもなくはない。学生の交換日誌。へえ、古びた日誌がある。内容は男女による交換日誌のようだ。お帰りなさいませ。現場での研修はいかがでしたか。あなたのことですから、いろいろ学んでまた一つ成長されたのでしょうね。今度お話を聞かせてくださいね、千代ちゃん。ただいま。今回の研修の機会を作ってくれた旦那様に感謝しなくてはね。機会ができたら君とゆっくり語らいたいよ。そういえばここを立つ時に一緒に見送ってくれた彼らはどうしたんだい。帰ってから姿を見かけていないのだが。どうやら家の事情で退官されたと梢さんからお話を伺いました。せめて挨拶くらいしたかったのですが、急なことで。以前に彼らが談話室に時計が2つあるのを疑問に抱いていたので、壊れた柱時計を調べたところすごい発見をしたのに残念です。あのからくりを見せつけたかった。談話室に地下への扉があるね。これ死体を運んでいったっていう。彼らはもういないのか、残念だよ。しかしあの部屋にからくりとは興味深いね。ぜひ僕にも教えてくれないか。それはいいのですが、たまにわがまま言ってもいいかしら。以前あなたが書いた詩に私はとても感動しました。次は私のために詩を書いてくださらない。交換条件ということか。君に詩を送るのは初めてだね。正直照れくさいのだけども、僕の詩でよければ。嬉しい。この日誌と同じく講習室の私の席に置いておいてくださいね。なるほど。
はあ、ここで文章が終わってる。分かった、公衆室何もないなと思ってたけど、これを届ければいいんだな、あそこに。そうしたらお化けが持ってきてくれるかもしんない。ここは入れない。あ、なんかある。とても強い月の光が差し込んでる。これは多分覚えてた方がいいな。とても強いやつで、俺が今行くべきところは公衆室にちょっと向かうか、とりあえずは。で、公衆室の場所はここと。はい、公衆室、いらっしゃい。はぁ、いたいた、今ビンゴ、ここにさっきのノートを。いや違うな、さっきのノート結局詩を書いてなかったかな。違う、詩を見つけないといけないんだ俺。で、1階にね、まだ開けてない鍵というか、なんかパズルピースみたいなのがどうやこうやっていうのがあったんだよな。パズルピースってのはどこだ。ちょっと探しに行くかな。東側階段、東側通路のどこかにあるとは思うんだけど、ここのどこかかな。なんかさ、まだ、あ、ここは何？桜の紋章。うん、桜の模様の、ここの鍵使っとくか。で、これで桜の鍵はもうなくなると。この辺のどこかにね、多分あるんじゃないかなと思うんだけど、探してみます？ちょっととりあえず。あっ！何かをはめるようなくぼみがある。ここに、これを入れられない。なんだってんだよこれ、何かはめるくぼみって。あ、待てよ、丸い石。違う、箸、これや。いや、え、無理なのか、何も起こんないな。完全にこれだと思ったんだけどな。あれ違うな。一通り探してみたけど、このパズルピースがはまりそうな場所がないんだよな。ないもんな。どういうことだってばよ、これ。ここの部屋にも何かあるわけではないもんな。ないもんと先生ですよ、それは。まあ、やっぱあの恋文を探すし、ああ、一つ持ってるけどもう一個必要そうだ。あの恋文をなんかその詩を探すのかな。まあでも、男子寮と女子寮で交換してたってことは、男子寮の部屋にあるのではないか、もしかしたら。ねえ、そんな感じがしなくもないんだけど、とりあえず男子寮に行って探してみます。いや、こっちではないな、多分おそらくこの辺のどこかだとは思う。あっ、いた、おったおった、ハリーポッター、恋文を入手した。来た、読んでいいかなこれ。恋人への恋文、達筆な字で思いを詩にしている。あ、なんか読めないんだ。で、こいつをだね、こいつを議事堂じゃねえわ、なんだっけ、談話室か。談話室に捧げる。はい。これを捧げることによって、さあ、よこしな。あれ。わかった。テレアだから一回ね、こうやってね、出る必要があるんだよ。読む。はい、交換条件果たして。え、なんか書いてない？黒板に。仕掛けを教えてくれたまえ。11時。35分。なるほど。覚えた。オッケー。じゃあちょっと談話室に行こう。初めて行くところだけど。さあ、談話室。何を待っているのか一体。ここ開いてなかったけどね。開いてる。入れないようだ。談話室はここかな、場所的に。じゃあちょっとセーブして。また新しいところだよ。行くぜ。で、時計を、この時計をいじるんだね。で、11時35分にこれを刺すと。なんで11時35分なんだろう。はい、おー、開いた。あからさますぎる。これ行っていいのかな、地下だよみんな。だって怖い。行くか、行くぜ。よくここを見つけたね。なんで。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあな。